2050年では全員が健康問題を抱える時代。で、これどういうことかっていうと、ここ書籍からちょっと抜粋しますね。ね、こちらの通りです。2050年までにはバイオメトリックセンサーとビッグデータアルゴリズムのおかげで、病気は痛みや障害につながるよりもはるか以前に診断され、治療されるようになるかもしれない。その結果、人は常に何かしらの健康問題を抱え、アルゴリズムからあれやこれやのおすすめに従うはめになるだろう。それを拒めば、医療保険が無効になったり、クビにされたりしかねないっていう、まあ、こういった内容ですね。で、まあ、これも結構、イメージできますよね。例えば、今でもその Apple Watch とかつけると、心拍数とか測ってくれるやつか。で、あのデータってどこに行ってるかっていうと、あれ全部 Apple に行ってますよね。まあ、こういった感じで、これから未来っていうのを予想する上で大切なキーワード何かっていうと、それデータなんですね。で、ただのデータじゃなくてビッグデータですね。で、どういうことかっていうと、そのデータっていうのがあれば、その後からいくらでも収益化できるんですね。例えば、その Apple Watch とかだったら、今だったら、まあ、心拍数測るみたいな、まあ、それぐらいの、まあ、基礎的な機能だけだと思うんですけど、まあ、それプラスアルファで心拍数とか、あと体の異常とかっていうのが分かるようになったら、そしたらそれで異常が発生したら、そしたらもう医療機関にこう自動的に通信をしてくれる。で、通信をして、で、そこから、医者からのこうフィードバックがここに表示されるみたいな。まあ、そういうシステムを作れるわけじゃないですか。で、そのシステムを作った後に、そのアップルウォッチつけてる人が、まあ、そろそろちょっとこれ病院行かないとやばそうだな、みたいな。病院行くじゃないですか。で、その、この、あなたにとってはこの病院がおすすめですよ、みたいな。それをアップルウォッチが表示してくれたら、まあ、多分皆さんそれ信じてるからその病院行きますよね。で、こういう仕組みを作ることができたら、そのアップル側っていうのはその病院をこう、紹介することができるんですか。で、紹介された病院っていうのはそのアップル側にお金を払うみたいな。まあ、こういう仕組みも作れますよね。まあ、こういった感じでそのデータを握ってる企業ってこの先もめちゃくちゃ強いんですね。で、この分野っていうのは、そのいわゆるヘルスケア領域っていうふうに言われているんですけど、ここは、今、GAFAの人たちですね。まあ、GAFAっていうのが Google と Facebook と Amazon、Apple ですね。ここがもうめちゃくちゃ狙っています。で、参考までこちらのニュースも知っておいた方がいいんですけど、Google が Fitbit を2300億円で買収したっていうニュースです。で、Fitbit って皆さんわかりますかね？昔僕も使ってたんですけど、なんか、なんですか、万歩計じゃないですけど、もともとはなんか万歩計みたいな感じだったんですけど、最近はもう結構ヘルスケアデータっていうのをこう、腕に巻いておくだけでこう、収集してくれるんですね。で、この Fitbit を Google が買いました。じゃあなんで Google 買うかって言ったら、Fitbit とかのそのデータとかテクノロジーですね、そこは欲しかったわけですね。で、なんで欲しいかっていうと、今後そのヘルスケア、かけるその IT 領域ですね、ここも絶対伸びていくので、まあ、それを今のうちにこう、なんですか、買収することによって強化していく、まあ、そういった状況だと思います。はい、以上がパート3で、続いてパート4なんですけど、ここはまたデータの話ですね。ビッグデータもめちゃくちゃ重要なんで、ぜひ覚えてください。で、4つ目。